はいどうもお疲れ様です。気になる男シリーズです。今回はね、タカさんがディズニーの方に、ディズニーリゾートの方に行ってるということで、私もね、タカさんと、ちょっとね、便を別にして広島便でディズニーの方に来ております。という体でお届けしたいと思います。あの、タカさんがショート動画をね、ちょっと撮ってですね、かなりアクセスを高めているものがあるそうなんですけども、ここでね、やっぱり興味があるのは、 何本中何本ぐらいでそういった数万再生とかを取ったんですかってことになるかと思います。そうなるとちょっとした励みになりますよね。 例えば、10本しかショートを撮ってないのに、ほとんどがね、数万再生、十数万再生だよっていうと、なんか、が然やる気になってくると思うんですけども、例えばそれでも、100本中1本で10万再生になるんだったら、それはね、なかなか効率のいい、えー、まあ、動画の作り方になると思うんですよ。だから、ディズニーランドでね、ショート動画をたくさん撮ると、チャンスは広がるのかなと思います。えー、ドナルド・ダックが、えー、パレードの、ね、中央にいますけどもね。はい。これはスモールワールドですか スモールワールドの中でもショート動画たくさん撮りまくりなのかもしれません。例えばショート動画を10秒と設定した場合、10秒の動画を100本ぐらいもうすでに撮れちゃうんじゃないかなって気がしますけども、アトラクション代なんてね、稼げちゃうんじゃないかなと思いますけどね。はい。えー、これがミシシッピ号ですか。この船にこれから乗ろうとしているところですけどもね、船が迫ってきて多くの人がこうやって詰めかけております。なんかその、 日本が敗戦の時に引き上げ戦がこんな状態だったのかなというふうにね、まあ昭和の生まれの私なんて思ってしまいますけどもね。はい、えこれは私がちょっとおりますね。目をギラッとギラつかして自撮りをしているところでございます。えアメリカの国旗がバーッとね、生えていて、なんかね、さっきちょっと戦後の引き上げ戦の話をちょびっとしましたけども、あの戦時下で将来の日本がこうなるよっていうふうに当時の人にタイムスリップして喋ったらね、 そんなわけねえだろうと。アメリカが俺らと一緒に暮らしていけるわけないよ。鬼畜米だぜ。みたいなことを言うかもしれません。まあでも同時に、あ日本はあ戦争には負けるかもしれないけども、でも戦勝国のいろんなね、いい点を取り込みながら、無事に発展して、そして子供たちはアメリカと戦争することもなく、こうやって仲良く文化を取り入れながらやっているんだな、というところで、もしかしたらアンドの声が聞けるかもしれませんね。 はい、次の写真です。夜の街の風景です。これもディズニーリゾート内なんですけども、いや、素敵ですよね。そしてこれからね、花火が始まるんじゃないかなっていうところでございます。夜でもこうやってね、きっちりと写真が撮れます。特にディズニーリゾートは夜がね、いいんですよ。くっきりとね、あの、夜空と、それからこうやって街の明かりっていうのが、はっきりと分かれていて。いや、日本って発展したなと思うばかりでございます。はい、で、夜が明けて、これが、 あれですね、海底2万マイルかなんかのアトラクションですよね。大規模なこの風景ですけども、全部作り物ですからね。人間の文化、文明、そして科学の力ってのはすごいですよね。こうやった18世紀のモネ船長、ネモ船長、あの世界観を作り上げるわけですからね。当然このアトラクションにもすごい行列ができてるわけなんですけども、いや、私もね、ちょっと楽しんできました、これをね。 はいえでこれがですね、あのー、中南米のマヤの遺跡をかたどったアトラクションですかね、でここで食べるフライドチキンがなかなか野性味があって美味しいと、ちなみに後ろに生い茂ってる草木もこれすべて作り物ということで、一つのね、リゾート空間という自然を作る能力がもう人間にはあって、なんかはほとんどね惑星改造してるようなもんですよね、今の人間の文明は。うん はい。えー、で、これが、あー、なんかパレードの最高潮のところでしょうか。最後、この中央の噴水のところから、水のアトラクションがね、ばーっと広がるわけなんですけども、後ろの、ーヨーロッパの建物みたいなところは、これはリゾート内ホテルということでよろしいんでしょうかね。 はい。ミッキーマウスが登場して、えー、場所は最高潮でございます。こういったところもショート動画で切り取ると、アクセスをかなり高めてくれるんではなかろうかと思います。というのがディズニーリゾートってね、あの、首都圏に住んでる方はそんなに、えー、負担はないと思いますけども、やっぱ地方に住んでる方、私たちみたいな中四国とかね、東北に住んでる方から見ると、高値の花なんですよね。なかなか行けないよ、みたいな感じ。 で行くとなると、かなりの、消費金額がありますんで、えー、ホテルもね、取らないといけないですし、それから交通の便もあります。ディズニーに行こうよ、と思って計画していても、一緒に行く身内の一人がちょっと風邪でね、えー、体調不良になりましたってことになると、みんなで諦めなくちゃいけなかったりとかして、キャンセルも結構起きます。ちなみにですね、ディズニーリゾートの、 のオフィシャルホテルっていうのが、1泊7万から10万するんですけども、これをね、1年前に予約すると95、95%引きみたいなんで買えるわけなんですよ。というのが、先に押さえておいて、行けなくなる人とか忘れる人っていうのが一定数いるんですよね。 でそういう人の余った分を二次販売する目算が立つんで、早めの予約っていうのはかなり安くなるということで、ボンパレっていうね、えー、ポイントサイトみたいなところがそういうのをやっていて、私もね、ディズニーリゾートの先行予約をね、何度かしたんですけども、いや、本当に1年前に予約すると忘れますね。その、ボンパレで買ったチケット、うん、例えば5000とか7000円でオフィシャルホテル、1泊2日とか2泊3日とか買うんですけども、いや、1回も泊まったことないんですよ。すべて忘れているか、1年後の予定なんで、変わっちゃうんでね。 で、えー、キャンセルをするっていうハメになって。だからね、出発何日か前にキャンセルの連絡をしないと自動的にキャンセルになるんですよ。で、お金はもう先に払ってますんで、ただお金を払っただけみたいになっちゃうんですよね。<laughs> で、結構ね、その、先行予約をする人って、そのうっかりさんが多くって、で、成り立っていたみたいなんですけども、今となってはボンパレもそのキャンペーンやめたみたいですけどもね。次の写真です。はい。えー、これはね、えー、なんかね、劇をやってるとこですね。ミニーちゃんと、 あのあれですダックスフンドじゃないや <laughs> ドナルド・ダックの彼女がいますよね名前わかんないですけどもでここに出ている役者さんも多分ねあのこうやったテーマパーク専属のあれなんですよねタレントさんなんでしょうねうんはい、えー、これでミッキーとミミィが揃って旅に行ってくるよという風なファンファーレが鳴るというところですかねもうアトラクションの大きな流れを忘れましたけどもね はい。で、これが、当時私、行った時に、カリビアン・オブ・パイレーツかなんかの映画がやってるじゃないですか。ジョニー・デップに扮する、誰か普通のタレントさんと、私が写真を撮ったところですね。反対側に映ってるのは、あの、 当時お付き合いしていた方なんで、じゃ秘密にさせていただきます、ということでございます。あの、ディズニーに行くと別れるっていう伝説があるんですけども、私もその伝説に漏れずにね、おかげさまで今の家庭があるわけなんで、別に悪いことばかりじゃないということですよね。まあ、ディズニーに限らず、デートに行くことによってお互いの距離感を確かめたりとか、この人でいいんだろうか、どうだろうかってことを、まあ、確認する作業でもあるんですよ。まあ、ですんで、ディズニーに行ったから別れるというよりもね、ディズニーも一つの経験として、お互いの生活空間を見たりとか、距離感を測る。 意味ではすすごくわかりやすい例えばね、待ち時間に、そのアトラクションの待ち時間になんか、しらけるみたいなことがあってもいけないですし、上手にね、えー、このディズニーランドを楽しむために、お互いに、お互いのことを考えていけるかなとか、自分勝手になってないかなとか、そういうところもあるわけですよ。で、ディズニーでね、片っぽが不機嫌になると、本当面白しくないんですよ。で、この時私は結構不機嫌だったんですよね、<laughs> 実は <laughs>。はい、次行きましょうか <laughs>。 はい、えー、グーフィーが出てきました。まあ、いよいよね、アトラクションも終わりに差し替えるとこかなと思いまして、これが最後の画像になると思います。えー、気になる男シリーズではね、こうやって私もね、あの、ディズニー来た気持ちで、えー、お届けできるかなというところがありますけども、残念ながら、あこの当時ってのは、デジカメがやっと普及してきたところで、今ね、画面の左側にデジカメで写真撮ってる人がいると思いますけども、うん、これがね、最高の、あの、何ですかね、 4.5インチとか5インチの画面が最高だったんですよ。で、動画もほとんど撮れなかったんで、うん、あの、バッテリーがすぐ上がっちゃうんですよね。だからデジカメってのは、動画で言ったらね、本当に5分ぐらいしか撮れないし、画像撮影しても、その、SD カードいちいち入れ替えないと容量に限界がすごくあったりとかね。うん、だからいまいち、あの、不便だったんですよ。それに引き換え、今のスマホってのは、動画とかね、画像とかほぼ無制限にいくらでも撮れるじゃないですか。だからこそなんですよ。 そういった映像を生かして、ディズニーに行けない人、もしくは、懐かしいなと思う人のために映像をたくさん残しておくこと、ショート動画をどんどん上げていくこと、そして今、あの、感染症のおかげでディズニーがちょっとね、苦境に立たされてましたから、これからね、ディズニーという、この、夢の世界も V 字回復して、どんどんね、こういったところがなくならないように、行った人で支援していただければ、なんかいいんじゃないかなと思います。まあ、私は岡山の倉敷千堀公園というところが大好きだったんですけども、それがね、いわ2008年に閉店してしまって、以来、 あのこういうことが企業の力でディズニー・ワールドとかねテーマパークがなくなっちゃいけないと思いましてそっから私は自分の事業を始めることにしてうんでテーマパークってね500億円ぐらい、あのー、かかるんですよ。っ、あ、て、のー、千鳥公園は500億円ぐらいでスタートして最後は110億円ぐらいしかね残されていなかったみたいなことで破綻してしまったんですけども、うん、やっぱりね金なんですよねどんなことも。 だからお金稼ぎにどうもね乗り切れない人っていうのはうん、まあ、いると思いますよね、お金を稼ぐのそんな得意じゃないよとかね、お金をお金したくないよみたいな、まあ、でも私が言う、金稼ぎのレベルっていうのは、別にね、こういったテーマパーク作ろうとか、金の亡者みたいにガツガツ稼ごうっていうことではなくて、 まあ少なくとも自分の人生が豊かに暮らせる程度でいいんで、そのぐらいは別にね、がっついて稼ぐもんでもな,くないですし、いずれにしても必要な金額だと思いますんで、うん、生涯でね、3億円とかなんか目安は聞いたことがありますけれども、多分ねあね、生涯で5億円くらいはなんとかあのできる時代になったと思うんですよ、これがだから30年前だったら、どっかの組織に属して、その中でもおかなりの地位を占めないと無理だったんですけども、今,今はね、 組織に属さなくても、何の肩書きがなくても、ただお金だけが稼げる、そういう環境はテクノロジーによって整えられてますので、あとは何を使ってどうやっていくかということを学ぶだけ、そして学んだ後に経験を繰り返して、ああ、やっぱり、えー、こっちの道であっていたんだろうかとかね、それから YouTube の動画だったら、どのぐらい撮ったらどのぐらい効果が出るのかということを、自分で確かめていくしかないのかなと。 まあ、例えば私はあの動画を1万本撮った時点で、まあ、1億円というものが、ねえー、大きく超えるような金額がそのネットビジネスに出て手に入ったというふうに一つの目安を持っていますけども、これはあくまでも私がその時に、えー、活動した量で得たものなんですよ、ですので他の人に当てはまるかどうかといったら、これは何とも、ねあのー、約束できないこところなんですよね、ただ、あ一定の効果を出せたかなと思うんですよ、目安として。じゃあ 1>, 1万本取って1億円ってことは、動画1本あたり1万円の売り上げを出しているってことになりますけれども、じゃあ100本の時点ではそうだったかといと、100本の時点では当然、ゼロ更新だったわけですよ。うん、だからここがねあのネットビジネスの二次関数なところで、コツコツと積み上げていたものはどこかで急速に上昇していくっていう、そのブレイクポイントがあるんですよね。それがどこになるのか分かんないから退場していくんですけども、えー、最近のね、私の朝のライブ放送でも、やっぱり実感したんですけども、あの実はね、 一昨年呼びかけて、私のライブ放送の後に、あのー、ライブ放送ね、連続でやったらアクセスが取りやすいよってことで始めてもらった方がいるんですけども、その方は実際、私のライブ放送の後に、やっぱりね、私の視聴者さんをほとんど引きずれたまま、私の後でライブ放送を順調に滑り出したんですけども、でも、それでもやめてしまうんですよ。で、動画リレーのお相手もいらっしゃるのに、やめてしまうんですよ。うん。で、今、タカさんが、 それに入れ替わるような形で私のライブ放送の後にライブをしてくれてますけどもやっぱりね視聴者さん引き継ぐわけなんですよねだから最初からコメントのやり取りがあったりとかあのライブ放送する方もちょっとネタを考えていかないとこれは間に合わないぞみたいになっちゃったりとかしてるんじゃないかなと思いますしなんせねライブ放送無言で一人でやるよりも視聴者さんとのコミュニケーションが盛んに行われていく方が楽しいしテンションも上がるしやってる感があると思うんですよねでその環境を最初からあるのかそれとも自分で 無反応なライブ放送から始めて少しずつ開拓していくのかってことになってくるわけですよ。え、だってね、視聴者さんゼロで、あの、ライブ放送をやるって私も別に想像っていうか、ね、体験したことはないんですけども、想像すると、ゼロのところに誰か一人がたまたま来ても、その一人が留まってくれる可能性は非常に低いんですよね。でも少なくとも5、6人いるところに、プラスアルファで一人ってことでしたら、お迎えはしやすいんですよ。で、しかもそのライブ放送に来る人が、普段運営してるコミュニティに関係がある。 私の場合だったら、速下塾って思うものですけども、速下塾の塾生さんがライブ放送に来てくれるっていう流れが基本的にあって、そこにタカさんも速下塾に参加するという形で、タカさんがライブ放送をやれば、すでに速下塾内で知名度と信頼があるタカさんに対して、ライブ放送がまたね、あの連続して行われるってことだったら、やっぱりね、集まりやすいんじゃないかなと思って、えー、今、そうなってるんではなかろうかと思うんですよ。 私もだからタ、ね、カさんに速化塾に来ていただいて本当に良かったなと自分であこれはタカさんのためにしてあげれたなってことが手に取るようにね実感できるわけなんですよでもまだまだもっともっとタカさんに対して例えば気になる男シリーズでこうやってやり取りする中でね売り上げをどんどん上げるために私が提供できるものなのかなってことをまだまだ見つかると思うんで長い付き合いになると思いますけどもこれからもね、えー、やれる限りやっていきたいなと思いますそしてこれはタカさんに限らずなんですよ 全ての今、動画をご覧の皆様視聴者さんのために、じゃあ、集客があなかなか難しいよってことでしたら、私と一緒にやりましょうと、商品作りがなかなか難しいようでしたら、一緒に商品作りのコンセプトから仕上げまでやっていきましょうと、そして3つ目、セールスがもしね、難しいんだったら、いや、ズーム対談でやっていきましょう、私もティーアップしますよって形で、タコさんとのズーム対談は、本日11月29日の21時からということになっております。 ズームの URL もすでに発行してますけども、一応ね、えー、動画概要欄にも付けておきますので、気になる男シリーズ、この、今回のね、えー、お話を見てくださった、聞いてくださった方、ディズニー、ね、タカさんもディズニー、私もこうやってディズニー、えー、こうやってタカさんがディズニーに行ってる時には、私もディズニーの写真をこうやってね、ちらつかせながら放送もできるよってことが、まあ映像の素晴らしいところかなと思います。まあ、私は現地にいませんけども、心だけはね、タカさんと同じディズニーにいて、 皆さんからのメッセージをお送りしてるという形になります。はい。ということで、ライブ放送はディズニーの話題もね、盛り込んでいきたいと思いますので、ディズニーにしばらく行ってないなーとかね、まだ行ったことないなーとかね、最近行ってきたよという方は、もう織り混ぜて、ディズニーの話題で盛り上がりたい。そんな、あ29日、21時からのライブ放送になるといいなと思っております。でも、主にはね、YouTube でどうやって稼ぐかってことをガッツリいきますんで、皆様のお役に立てることだと思います。では、今回の気になるとこシリーズは以上です。お疲れ様でした。じゃあ、タカさん、また明日よろしくお願いします。 ありがとうございました。